届いたかな。おお。じゃあこうなって、じゃあこれでこっちから出てきて、水入れて、冷却水。どう？大きいじゃね？うん。ちょっと曲がってるぐらい。ちょっと曲がって。何年ものだ。いや、そんな気がする。普通に。大事。楽しいね。じゃあ理科実験って楽しいよね。あ、どういうこと？どういうこと？どういうこと？はい、あ、でも、あ、いい感じだ。あ、いい感じです。さあ、食べて。あ、入ってた。こんな怖。壊れるかと思った。カーソルを。はい。立ち上がりました。あ、入ってる。ちょん。はい。21度です。横軸も時間によって、広まっていくので時間を気にすることがあったり親がびっくりした。あ、でもすごい、あ、急に上がってきました。今もう67度、もう8、なんかこっちも濃度高い。あ、こっちもそう、もう78度ですね。大体出てきた。様子を見てみます。様子を見てみます。キューって上がってた。あ、すごい温度上がんなくなった。本当だ。あ、すごい急激に上がったんだ。78度。思いますか、綺麗で。いいよ。抜いちゃっていいの。あ、抜いてしまって。新しい三角フラスコ、はい、もちろん脱脂麺も忘れずに。はい、エタノールこっち、はい、あー、じいちゃん、じいちゃん焼酎を思い出す。じいちゃんの扱いを思い出す。今85、いや6度ぐらい。みんな、あ、でも綺麗なデータないんだよね。すごい綺麗。てか分かりやすいね、これやると。やっぱ自分で温度測るより、うん、ただいま86度です。まだ横並び。そうですね、ずっと横並びの状態が続いております。綺麗。いや、火ってすごいね、うん、そこにまで未開人の発言ですよ。火ってすげえ。見たことないよ。ここ、ね、確かに。測ってんのは今ここですもんね。もうちょい高いのか、液体の方。どんどん時間の方が長くなってるから、自分で勝手に見やすいデータに変えてくれる。すごいわね。表示から外軸オプションを選択して、もう少し詳しく見えるわけね、グラフが。はい、はい、今-30度からだったものを80度からにします。そうすると、そうするとこのようなグラフになります。より細かな温度の変化を見ることができます。温度が上がらなくなってきた。 93.7 度、8度ぐらいをずっと行き来してる。小説みたいな。丸読みみたいな。ということは、今で仏教の読みもうここの温度が上がりません。2回だってことだよね。はい、はい、じゃあこれで停止。はい、実験終了。はい、止めます。赤いボタン、はい、はい、じゃあファイルから、ファイル、ファイル、はい、エクセル出力。あ、そっか、エクセル出力。すごい、はい、OK です。もうここにエクセルのデータが
見てみる？ほら。はい、じゃあ最初に出てきたものを入れます。それでは火をつけたいと思います。あ、おお、ついてる。ちゃんとついてる、ちゃんとついてる。ってことはちゃんとエタノールが最初に出てきたってことね。水ではないってことだもんね。水ではない。水。すごいメラメラしてる。